こんばんは。リビング。です。と聞こえてたかな。ブチブチしてるんだけど。マジちょっと待って、一瞬切るね。一瞬切ます。どうですか？ Wi-Fi 切った。 Wi-Fi 切った。ちょっと食洗機の音が聞こえるかも。もう今日はあんまついてなくてそう、ショールームもうまくいかないし、ちょっと削れてる。まあいいや、大丈夫ですか？ Wi-Fi がダメなんだね。今日は本当についてなくて、新年早々ツムツムのガチャガチャを100万以上回したのに欲しいツム出なくて、さっきもギリギリまでやってて、もうあと1回ってとこでコインが集まらなくてできなくて1回、はあ、今日はついてなかったです。800円課金しちゃったし。でもなんか出ないのかな。なんか私結構ネットで調べて、なんかどれが強いかとかやったのに出なかったんです。100万以上だ、あと140万ぐらい使った気がする。140万だから、で1回3だから何回だ。そうだよ、課金までしたのにさ。そう、幸先悪いんですけど、今日はショールームしたかったのでよかったです。それはできて、なのに電波最初から悪いし。いや頑張って貯めてたんですよ、コインを。そうだけど無理でした。よいしょー。私でも本当にコイン課金したこと、なんていうの、ゲームに課金したこと今まで全然なくて、つむつむが初めてかもしれない。明日は回しませんよ。3日目に回します。また一からコインを稼がないといけない。ゆかたの生誕くじも同じ気持ちそっか、でもそろそろみんな届く頃じゃないですか。いやまだか。ごめん、眉毛描いてなくてさ、ちょっとごめんね。あのすごい無法地帯、すいません。一日つむつむした。いやそんな、もうずっと寝てました。ずっと寝てたし、なんかもう眠たくて、やっぱりベッドに行って携帯いじって寝てみたいな、そんな暮らしです、私の正月は。なんか外に出る気も起きずに。なんかめっちゃダブったのよ、他のツムは。なのに私が欲しいマテウスだけ出ないの。もう本当に意味がわからないこんなこと言うとツムツムさんに怒られちゃう。そう、昨日はカウントダウンライブがあったじゃないですか。だからそこでみんなと初めて年を越しました。そう、なんかみんな朝から並んでたって言ってたから、えっと思って、あれって なんていうの、7時から並んでる人とかもいましたよね、コメント。昨日のあれでみんな寒い中本当にありがとうございます。
時の王は黄色の衣装でした。そんなに初めて来たんですよ。だからあ変わるんだみたいな。みんなもきっと探しにくかったんですかね。そう雨降ったんだよね途中で。私雨降ってなんか乗り物がもともと2個3個ぐらい乗れる予定だったんですけど1個になっちゃって、それはすごく残念だった。みんなでも雨の中でも並んでた、私たちが乗り物乗ってる時も並んでたんでしょ。ごめんね、楽しんじゃって。そう黄色のごめんね、なんかこの音がさ、このなんていうのこれ、このあの後ろでパッチンで止めてるから、その音が。みんなありがとうございます。たくさん乗りたかったよ、もちろん。そう髪留め何乗ったの、何乗ったのかと言いますと、何だったっけ、白芸に乗りました。白芸は乗れる、乗ったことなかったんだけど、なんかリニューアルしてて、そう乗りたかったのずっと、だから白芸乗りました。めっちゃ怖かったけど最初はね、全然乗ったら一瞬でした。でも結構長かったかも。隣にはあのあゆねちゃんがなんか彩香と本当は2人でいたんですよ。で彩香と乗ろうって言ってたけど、あの人絶叫好きだから一番後ろ行きたいって言って、一番後ろの方がこうなった時にあの勢いで落ちるからめっちゃ速いんですよ。で一番怖いから一番後ろ乗ろうって言われて、いや無理すぎて、もう無理無理無理って言って逃げて、ゆうねちゃんと一緒になりました、真ん中の方で。で彩香はまやちゃんと乗りました。でも絶叫は最高ですね、やっぱり。乗る前は怖いけど乗ったらもう余裕です。なんかユニバのハリウッドドリームザライドとかは全然後ろでも行けるんだけど、あれちょっと初めて乗るからちょっと怖くて。私も絶叫好きだよ、絶叫好きだけどちょっと乗る前は怖い。ファンのみんなも乗ってたのかな。いや並んでたのか、そうだ並んでたんだみんな。そうだそうだ、あそういえばすいません、本当にこんな顔でこんな格好ですいません。新年明けましておめでとうございます。拍手。そういえばそうでした、ごめんなさい、この壁のシミとともにちょっとごめんなさいね。新年明けましておめでとうございます。今年2024年は辰年ですね。そう言ったんですよ、長島の方でも。なんかぶっこけちゃって、ぶっこけずっこけちゃって、そうなんか床がすごい滑りやすく、リハーサルの時から結構もう雨が降ってったのもあって、それですっごい滑りやすくなってて、でなんかそのリハーサルよりかはマシだったけど、もうリハーサルスケート場だったマジで。スケート場だったんだけど、でもあ立つでギャグありますか、今から言います今から言います。だからそうすっごい焦げちゃったんですよ、おきどきの時に。あとなんかスタンドバイユーでもあやめろに焦げてたねって言われたけど記憶なしです。それで焦げたの、まあ焦げたんですね。あみんなも焦げちゃった、他のグループの。そうででも年明け前だったから、あの MC で私さっきこけたんですけど、あの、M、なんていうの2023年あ年明け前だったからよかったですみたいな、そう言って、ここからがギャグです。なんだっけ、そう2024年はちゃんと立つ1年にしたいですって言ったんですよ、辰年だけに。おー。はい。
でも気づいてる人いなかったし、私も気づいてなかった。なんかたまたまでした。みんなね、うん、たまたまでしたよ。そうあー面白い。ちょっと反応薄かったよねって。そう、薄かったの。だからでもみんななんていうの、もうなんか空気的に、あ、喋ろうかなってすごい思ってたから、あそこでまあ喋れてよかったです頑張って喋りました。そこだけ褒めて、頭の回転をさせて、あ、そういえば辰年だみたいななった。あ、滑ってたの。でもそれは2023年の話だから全然いいんです。もう終わった、終わったから。2023年もないから、2024年だから今な。だから全然そんなね、傷の一つや二つもうなんとってことないですでもあんまああいう MC で出ないので、自分そう、滑り締めできたよー楽しかったですね、年明け。あの浜花火見れなかったけど2回ぐらいしか見れなかったけど、観覧車が5、4、3、2、1みたいななるのがすごく良かったです。今日は12時までやります。今年はもうすぐ公演があったり、成人式があったり、プリマがあったり、お忙しいな1月なんです。だから楽しみましょう。1月は結構頭をフル回転させて生きないといけない。プリマちゃんマジ大丈夫かな、できるかな。あんな20で始まったプリマが、ちょっと待って外の音うるさすぎる、ショールームしてるんだけどショールームしてるんだけど、言ったのに。今日は何もうまくいかないです今日は何もうまくいかない。家族です、みんな許してね。プリマちゃんの新年一発目の動画、はい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 、みんな見ましたか。可愛かったでしょ。なんかさ、おーちゃんのさ小ささやばくない。え、なんかこれその撮影した時も話したんですよ。え、おーちゃんちっちゃくね、いや、アイリタもちょっとちっちゃめなんだけど、いや、おーちゃんがレベチすぎて、なんかびっくりしちゃった。え、あんなちっちゃかったっけみたいななんか人よりワンサイズちっちゃいんですよ。スモールライトでちっちゃくした感じ、小学生いやマジでびっくりしちゃった、ちっちゃくて。じゃあ実際見た時もめっちゃちっちゃくて、え、こんなちっちゃかったみたいな言って、それでなんか動画で見たらよりちっちゃかった。遠近法使ってないよあれ。いやー、隣に並びたくなかったですよ。でもこの間も思った、ハタゴンとおーちゃんと昨日かなんか売店に行ったんですよ、長島の、あの普通に楽屋側の。そしたら
2人ともちっちゃくて、あれこんなちっちゃかったっけ、わかんない、みんなの身長知らないからわかんないけど、なんか彩香とかもえこんなちっちゃかったっけ、最近思いまして、わかんない、もしかしたら私が168とかになっちゃったのかなみたいな、急に、うん、確かに7期がさみんなさあれだね、ちっちゃいね、ちっちゃくて可愛いね、みんな、なんか私ヒール履いてないし厚底も履いてないんだけどね、あごめん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 、あの168、あの嘘です、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、あの163センチです私、みんな168センチとかになっちゃったのかなって言いました。おーちゃん156センチ、はたも153、153なんだ。そうなんだ、え女の子で160以上は高い、高いんだね、肩久々に見たら可愛いな久々に見なくても可愛いって言ってください久々、逆、それかもう久々に見る、久々頻繁に見てください優しいね、ありがとうございます。頻繁に見てるぜ、頻繁に見てください、頻繁に 見ないとね。顔に丸みなくなった、嘘だに、絶対嘘、もう顔丸いじゃないですか、見てくださいちゃんと、そのこと見てないんじゃないですか、頻繁に頻繁に見てくださいね、頻繁に見てたら分かりますよ、嘘だに、なんか違うのよ、アイカフィオンがなんかもう変な言葉ばっか使うから、あのずっと映っちゃうんです。ありがとうにゃん。すごいみんな優しい。よかった、丸さんもなくなってきたよ。頻繁ってどれぐらいから？頻繁はやっぱ24時間。もうずっと。毎秒鼻が高くなったような、本当ですか、鼻高くなった、こんなこんな鼻ですが、でもやっぱ大人になってくると顔つきがちゃんと変わってくるんだなっていうのを、あの20歳なりに感じました。鼻どんどんね、
明けましておめでとうございます。まだまだ JK に見える。お、本当に嬉しい。鼻トントン。コメントめっちゃ流れんの早い。そう、本当に嬉しいことですが、踊り方が大人になったな。ありがとうございます。すごい、何、嬉しい。ゆかたの配信嬉しい。本当ですか。インスタライブとこっちでどっちを、どっちの方がみんな嬉しい。そう、私これはもう全然もう言ってもいいことだと思って言ってるんだけど、私は今年の目標、クマを取りたい。そう、ここのクマ取りをしたいんです。そう、クマがひどくて、なんかわかんないんだけど、いつからかクマがひどくなってたんですね。で結構調べたりしてるんですけど、なんか結構その2週間ぐらいいるらしくて、そうだから結構晴れたらね、だからこう眼帯で公園とかになっちゃうんだろうなって思って、そうここのクマを取りたいんです。そう結構調べてて、しかも高いんですよ。だからどうしようかなって思って、あと怖そうなの、すごい痛そうだから、メイクで消せないんですよ。私もクマやばくて、サングラスと間違え、絶対そうでしょ。サングラスはサングラスと間違えるって相当クマ、ここまであるじゃん。だってこう、え、サングラス、そうなんだよね。だからそう、全然寝不足なのか、いや絶対違う絶対違う。だってこの間16時間寝たし、12時間とか平気で寝れるし、まだこの年なのに。全然、この間16時間寝たんですよ、お休みの日。結構久々の休みで、もう今日は絶対寝てやるって思って、そしたら16時間も寝てて、気づいたら本当にやばいじゃん。でも全然寝れちゃうんですよ。そうだから寝すぎじゃなくて、なんかね、ここの皮膚がもともと薄いらしくて、そう調べたら、一回その病院にも行ったんですよ。病院っていうかカウンセリングみたいな行ったけど、ダメだった。なんかちょっと怖そうで話聞いてやめた本当に。眼帯してるときはもう刺して、あ、よかったねって、よかったね、クマ取れるねって思ってください。今年もしあったら、じゃあこれでもあんまね、あのあれだよ、鼻は高くなった、何も入れてませんよ、ほら何にもないです。でも嬉しい、鼻高くなったってって言われるのめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。こうやって毎日こうマッサージしてた時期もあったんで、努力が報われたってことで。なんかでも全体的にさ、顔つきって、顔つきが丸いよね。なんか目も横長ではないし、鼻も丸いし、鼻赤くなったよね鼻赤くなっちゃった。今年はやっぱり大人っぽく前髪とか流しちゃったり、なんか髪の毛を伸ばします。
イメチェンしたいんですけど、なんかみんなエクステとかちゃんとつけてる、なんか楽しんでるのいいなって思うので。いろんな髪の毛、本当はねなんかすごいハイトーンとかやってみたいんだけど、そうだけどちょっと勇気が出ないというか、多分現役中はやらないだろうなっていう感じです。そうエクステしたくて伸ばしたいんです。11時57分ありがとう、教えてくれた。そうアレンジもできるからね。そうそう周りが結構エクステつけてるの、アイリタンとかマヤちゃんとかね。みんな最高のお正月ウィークをお過ごしください。ありがとう、みんな見てくれて。2024年もよろしくお願いします。こんな、よいしょ、配信見てくれてありがとうございます。急にやるよって言って、でもまあ昨日どっかでショールームやりたいみたいに言ってたから有言実行できてよかったです。寝てあったかくしてね、本当に。またショールームします。こうやってさ12時にブチって切れる人任せ。スクショでもすっぴんだからちょっとまあいや、勝手に切れるのね。 OK バイバーイ、みんなありがとう。眉毛描いてないからちょっと眉毛だけ描くさせて。 OK 眉毛描くショットでこれでお願いします。みんなこれでね、それ以外はダメだよ。眉毛をこう隠してイエイありがとうね。切れるまであと何秒だ、5適当に4 3、まだだな、2、まだだね。ああと20秒ぐらいやるって、ありがとう教えてくれて、みんなすごいわ。みんなおやすみなさーい。あと10秒ぐらいのはず。5 4 3 2 1、おやすみー、バイバーイ。